1900年9月22日に政治雑誌ハーパーズ・ウィークリーに掲載された W.A. ロジャースの漫画。ウィリアム・マッキンリー大統領がマッキンリーの手紙と書かれた大砲を発射し、帝国主義と書かれた王冠を被った藁人形を爆破している。アメリカ反帝国主義連盟は1898年から1921年まで存在したアメリカ合衆国の政治団体。 アメリカ反帝国主義連盟は1898年6月15日にアメリカ合衆国によるフィリピン併合に反対して結成された。反帝国主義者は、持者の同意の必要性などの共和主義の精神を帝国主義者が破壊すると考え、領土拡大に反対した。彼らは商業や憲法、宗教、人道関連などの拡大には反対しなかったが、 未開発の熱帯地方領域の併合や統治はアメリカ独立宣言やジョージ・ワシントンの辞任演説、エイブラハム・リン・カーンのゲティスバーグ演説などの理念であるアメリカの自治と独立の理念の放棄を意味すると考えた。1900年の大統領選挙と連邦議会選挙でアメリカ帝国主義を強力に推進する若い進歩主義者に対して反帝国主義連盟は 古い世代を代表して対決したが敗北し、新しい時代は進歩の時代と呼ばれることになった。1910年代の反帝国主義連盟は、それまでの反戦活動にもかかわらず、アメリカ合衆国の第一次世界大戦参戦に反対しなかったが、何名かの個々のメンバーは参戦に反対した。1920年代になって、従来の力を失った。 反帝国主義連盟は1921年に解散した。ありがとうございます。